こいつだ、頼もう。ラブフェロモンでーす。なんて美しい。髪の毛一本落ちてないわ。あ、見て、そこだけ黒いオーラが。ねえミー、もう1ヶ月近く風呂に入れてないよ。そうよ、これよ、アニメ制作部ってそういう。あれーおーい。アニメ制作部、汚いやつは不要だ。私たちをアニメ化してメディアミックスがしたいの。え、アニメ化ですか。そう、アニメ化よ、アニメ化されたいのよ。それにはまずゲーム化されてないとね。ゲームか。やっぱりメディアミックスの基本って言ったらゲームかよね。そうなの。そうよ、ほら昔々なんとか名人っていたでしょ。ああ、いたいた。やつがいいお手本よ。いい、ゲームがヒットすれば世界中のちっちゃい子たちの憧れの的になるの。これ甘すぎ。私のマンゴーを受け取った子には愛の16連射をしてあげる。たまんない。やっ、頼もう。大変だ、明日出荷のゲームにバグが見つかりました。そりゃ大変じゃないか。それは初めから今日作ったんだ。そう、そうでした。そうですよね。マジですか。あ、そうか、こんなことメディアミックス界では日常茶飯事なのよ。そうなの。うわぁ、うわぁ、私たちをゲーム化して。ゲーム化するには漫画になってないと。なんで階段しかないのよこのビル。しょうもないところでケチってるわね。すみません、ラブフェロモン漫画化して。水曜発売原稿、行きます。まだまだ、日曜印刷所押さえ先に行きます。36ページ、下書きアップしました。48ページ、行きます。本班、1分台から4分台セット完了。メタノイ班を待機中。再現班、非常事態発生。再現班、非常事態発生。なんか作成、完全オートメーション機構。いいね、いいね、本物の味があるな。台無し。いいか、漫画家の代わりなんざいくらでもいるんだからな、覚えときな。こ、怖ぁ。だからってここで引いたら女がすたる。この話なら上行きな。上行って、上へ隣。なんなの、この素敵なまでにお役所のようなたらい回しっぷりは。とうとう最上階。こうなったらトップときっちり話しつけてやろうじゃないの。今日一日を終えた者どもがうじゃうじゃと。ああ、まるでアリのようだ。その通りですね。誰よ、チビたちは。ラブフェルモンでーす。お願い、私たちを小説にしてください。そりゃ無理、知らないもんね、チミたちのことなんか。じゃあ今日から知ってもらって。大先生、大先生、大先生、次の原稿でおじゃりまする。大先生、お願いいたします。
張る。なんて素晴らしいんだ。今日も大先生がお仕事をなされたの。大先生の玉子を確かに頂戴いたしました。はあ。で、今回の印税は？は、願いましては、ポチポチポチパチピポパポチなりって、ざっと5億ほどかと。なに？いけなファンをだまくらかし、骨の髄までむしゃぶり尽くす。それは悪。そういえば、あんた食費も削ってたわね。悪徳原作者、このラブフェロモンが成敗する。そうか、原作か。主人公だな、ラブフェロインだっけか。いいね、いいよね、大先生。けど、成敗。ねえ、本当にこれで有名になれるの？もちろんよ。いいこと、時代は同人誌よ。即売会で壁サークルよ。ね？オクシモ！何やってんの、アイミー！せっかく背景うまく描けたのに！信じらんない！秘密のおでんで大作戦です。みんな、いい夢見ましょうね。